はい、戻ってきたんで、次こっち側行きます。こっち側どうだっけ？あ、ここか。他になかったっけな。で、ここにテープが。お祭りの害虫は。もう一回やんなきゃダメか。ここに鍵が。また取りか。金庫の番号がどの子の言ってましたね。あったあった。あ、危ない危ない。これ落ちるんで。次金庫を調べたら対策をとか言ってたけど。これでもう戻れないと。おーっと、ここトラップがあるんで。で、ここが先に進むにはこの天井を下ろさないといけないんで、これを打って、で次上がっていくと今度敵が出てくるんで、これがちょっと金庫に余ってんね。もうこれ使おう。これ使うと一発で死ぬんですけど、あんま使いたくないっていう。まあ強力なんで、これもったいないと。何にもなしか。で、ここからで、ここですね。また同じように釣られたやつがいるんですけど、これそのままやると多分これが落ちてきて、あのトラップに引っかかるってやつですね。で、それを避けるためにここにわざわざ抜け穴というか回り道できるようになってるってのもよくわからんな。親切なのか何なのか。で、多分こう落ちるんで、次ここを回そうとすると、今落ちたんで罠が、釣り天井が落ちて、このこうすると出てくるんで、ここに誘い込んでってことです。みんな降りろ。みんな死んだかな。あともう2人出てくるんで、そう、アイテムが落ちない。あれ、もう2人出てくるはずだよな。あれ、みんな出てきた。あ、来た来た。これで出てくるんで、まあ俺もハンドガンでいいや。まあ、弾を使わないようにするなら、こう、移動すれば、誘い込んで向こう側だってクランク発動すれば、使わなくていいんです。
あとは何もなし。で、ここに行くと、まあ、アイテムいろいろあるんですけど、あそこにこう、パーツがあったりとか、この先ずっと降りていくと、女神像があって、ロッカーの鍵が手に入ります。ちょっともう、ここでは飛ばします。はい、じゃあ、続きを。あと、ここも、あ、これじゃない。最初にここ開けないと。そうね、これが開けるのに時間かかるんで、さっき出てきた奴ら倒しとかないと、開ける間にもう攻撃されちゃうってことです。罠を使って。で、ここも一緒なんですが、こう、あそこ来て、この二人いるんで、誘って、こうですね。ちょっとあれかな。ああ、もう分かりづらいね。みんな死んだかな。多分死んだかな。で、ここですね。これで、この先に部屋があるんで、あそこに行くと、確かロッカーキーが。これでもゆっくりしてると刺さって死んじゃうんで、天井に挟まって。手榴弾とこのロッカーキーですね。で、こっから。落ちる。まあさっきのとこですけど。最初通った時はこのはしごとかなかったんで。上に登らないと出てこないと思うんです。で、ここでも石板をゲットと。はい、これも一緒ですね。さっきこっから行って、こう降りてぐるっと一周して、ここに出てきたってことです。じゃあちょっとまた 念のためセーブしとこう。はい、じゃあ続きやります。2つ手に入れたんで、ここにはめると。 Just one more. こうすると、ここが最初来た時のようにこう上がった状態になってると。で、この先進んでいくと、そうするとこのなんかもういかにも怪しいのが並んでんですけど なんだ、自分の頭、まあ頭と言っていいのかな、頭の部分をこう罠ですね。で、このたら今度はこっちに。で、今度は逆に。これがちょっと怖い。まあ、なんとかこれで 罠に引っかかるともう即死ですね。Leslie, you're safe. Where's Kid? Kid? Kidman? Is she here too? Kid? Kid? Is she all right? Is she all right? All right? Stand back. I'll get it open. ああ、ただこれだけだったんだ。で、取れるものはなかったっけ？まあ、ここで、まあ、ボス戦みたいなもん。get it open. ないな、確か。これで回すと、この
このムービーは見てないんだけど。あいつだけ逃げてったって。ああ、そういうことだったんだ。そうすると、このボスが、ここのボスが出てくると、この金庫野郎が、こいつ意外に足が速いんで、ちょっとバカにできない。とりあえず胴体に3発当てればなんとか死ぬって感じです。で、ガスが出てくるんで、まあ、早く止めろと。これどこで見るの？ここの先にあるんで、バルブが。あ、回復しとこう、もう。もったいない。で、ここにバルブがあるんで、これを閉める。これちょっと急いでやらないと。あの奥に見えてる丸いところに逃げるというか移動するんで、間に合ってくれ。危な。で、また、もう一個バルブがあるんで閉めると。で、どうかアイテムがあったんです。先にアイテムを取って。で、バルブを閉めると、ちょっとこれ意味がわかんないですよね。なんか、自分で頭もぎ取って死ぬんですけど。何のためこんなことするのか。で、まあそうすると今度こっちにまた出てくるんで、でもう次はこれ、今赤く光ってるのは穴なんで、トラップを今仕掛けられたんですけど、これ解除できるんだけど時間がかかるっていう。まあパーツ集めにはいいかもしれない。で、次にこっち戻ると、どこだったかな、これ。またこいつが出てきてこれを壊すんで、さっきあの注射器とかあったところに、これでちょっと足止めしといて、あれどこだったかな、やばい、場所がわかんない。あ、これこっちだ、ここ、ここ。これですね。で、こっちだよな。ここにあるんで、つける。回すと。急いで。やばい、来た。間に合えか。ちょっとこの。あとちょっとか。ちょっとこれでもう逃げれば。いいですね。いやー、連打は嫌いだから。これでもう、まああとちょっとあるんですけど、もうこれで終わったようなもんなんで。はしごか、
はしご登って、これが、なんてこういうあれだ、ね、こういう生物なんかよくわかんないけどな。なんかこの理屈があるんだろうな、これは。もうそんなんないのか。金庫がたまたまいっぱいあるからこうなったのか。で、俺でもう終わりですね。まあログに比べると短いからだいぶいいです。ここに後はなかったっけ。これ降りたら終わりです。はい、チャプター7終了です。じゃあまた、チャプター8までお待ちください。